こんにちは、金色玉三郎です。今日はダダサバイバーやっていきたいと思います。チャプター15のコントロールセーター、コントロールセンターからやっていきます。で、前回はねチャプター10やってて、で結構ね簡単だったんですよ。ここを雷取ります。結構簡単だっていうことで、チャプター15からやろうっていう感じだったので、それまでね普通に進めてきました。ただねチャプター14がちょっとギリギリだったね。そっからまあ育成とかはしたんですけど、ちょっとギリギリだった。ちゃんと順当に強くなってきてるんで、そんな余裕で勝てるっていう感じではないと思います。まあとりあえず最初はね、敵適当に倒して、経験値取っていきたい。じゃあここロケット取ります。ロケット、雷、あと、ドリルと、レーザービームかな?レーザービームを取りたいですね。で、あともう一個は、何がいいかな?まあ、サッカーボールか、ドリアンかとかかな。まあ、ここ、とりあえず、ライトチェイサーできます。ライトチェイサーね、早く、イボルブさせて、あ、ここ爆弾あるね。イボルブさせて、そしたらね、全方向に立ち回れるようになるんで、この雑魚的処理がね、楽なんで。あ、なんかビーム撃ってきてるやついるね。あ、こいつか。こいつ倒していくか。ビーム撃ってほしいからね。あの、ちょっと硬いのかな?マグネットがどっかにないかな?マグネット、マグネット、マグネット。ここは結構広いステージだね。広いステージだから。さあ来た。どうしようかな。あ、ドリルは絶対取るんですよ。ドリル大好きだから。なので、まああんま良くないけど、弾薬推進器を取っておきます。ドリルを絶対に取る前提なので。本当はね、多分あんま良くない立ち回りなんですけど。一回だけね、そのスキル更新できるんですよ。三つ出てくるやつ。ただそれ一回しか使えないから、本当に全部いらないなっていう時にね、取りたいんで、一応置いときます。うわ、なんかスピード速いな。この足4本。あ、みんな足4本か。この足が長い雲みたいなロボットはスピードが速いな。かなりのスピード取ってくる。これじゃあ、サッカーボール取ろうかな。サッカーボール取ります。サッカーボール取って、あとビームが欲しいんだけどな、ビーム。ビームが欲しいです。雷取った?あれ、雷取ってないっけ、僕。まだ。あ、雷取ってるよね。あとビームが欲しいな。でね、その、今回というか、ちょっと前にアップデートして、お、中ボス来たな。このブーツで、ほら、徐々に2806ダメージずつどんどん入っていくんで。ちょっと前にアップデートが来て、そのパーツっていうね、概念が追加されて、まあ前回のチャプター10の時も説明したかもしれないんですけど、そのパーツがね、結構重要なんだよね。この武器の性能がぐっと上がるというか、うわ、ほら、来た来た。こういう時に更新を使うんだよね。あ、来た、ドリル。オッケー、じゃあドリルを取ります。そう、例えばドリルだったら、なんか、銃弾スピードが、速くなる。ドリルのスピードが上がるとか、なんかそんな感じでね、そのパーツがすごい重要になってくるんだよね。パーツはね、なんかデイリーで、ダンジョンみたいなやつ2回潜ることできるんですけど、あとショップで購入できたりとかするんですけど、割とね、一生懸命取るようにしてますね、パーツは。結構戦いに重要になってくるね。僕は無課金でやってるんで。あ、来た、ドリル。課金してたらね、デイリークエストとかも、何回も何回も挑むことできるんで、あれなんですけど。課金してない方は結構パーツ集めるのは大変だからね。さあ、ゾンビ発生。まあでも、一応、あれだ、それなりに敵は、いなせてるけど、マグネットとかがちょっと切ってほしいですね。経験値がなかなか集まらないです。で、これちょっとあれだな、大変だな。うわー。これちょっともうレンガ取るか。レンガしかないね。ここレンガ取ります。本当はね、レーザービームが良かったんですけど、レーザービームもパーツゲットしてて、でね、それ、レーザービームが当たった時に敵のね、行動スピードが遅くなるんですよ。だから、なんかこういうね、スピード速く、迫ってくる敵に対してビーム当てといたら、ゆっくりになるんで、それ結構強いんだよね。
敵にね、ぶつかられたらそれでだけでダメージ受けちゃうんで、行動スピードを弱くできるのは強いんだけど、ちょっとね、出てこなかったですね。まあでも、レンガもね、なんか強いよ。レンガも強いです。じゃあ、ここはまあ、もうロケットをマックスまで持ってこっか。ロケットのパーツはなんか、あんまりだったね。なんか、ちょっとだけ、ロケットの、回復スピードというか、出るスピードが上がるみたいな感じだけど、ほんのちょっとだった気がしますね。さあ、今のところまだ大丈夫だね。まだ大丈夫。ダメージもまあほぼ受けてないと言ってもいいぐらいじゃないかな。コイン取って。まあちょっとじゃあしばらくカットしようかな。しばらくカットします。はい、ボス来たね。カット中に一応刀だけね、一個だけレベル上げることができたぐらいかな。はい、こいつね。なんとかなんとかなんとか。こいつはまあそんな強くないよ。これもまあ別に避けやすいんで。全然スピード遅いから。間抜けていけば。ちょっと待って。ただ、予想以上に多い弾も、ああ、倒した倒した。危なかった。もうちょっと長引けば大変だったけど。で、マグネットあるから、この辺りで立ち回りましょう。あれ、コイン取っとこうか。この青いロボットちょっと硬いな。これで、じゃあサッカーボールあげたいから、イボル取っとこうか。取ってきましょう。え、僕サッカーボール取ってる？あ、取ってるよね。オッケー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 。なんかこの、あれだよね、普通のバトル中にさ、これ、一応一時停止したらこうやって見れるんだけど、ポーズ画面みたいな。ポーズ画面じゃないとこも、なんか上にちっちゃくていいから出しといてほしいよね。その、今何のスキルを取ってるかってね、パッと確認できた方が、絶対みんないいと思うんだけど、これ、刀のイボルブ、取っておきます。でね、レンガを取るとね、耐久力がめっちゃ上がるんでね、レンガのそのイボルブのスキルが、HP をね、上げるやつなんですよ。で、刀のこのライトチェイサーのイボルブのスキルがダメージ軽減なんだよね。なので、めちゃめちゃ耐久力が上がるっていうのが結構いいね。レンガ。レンガ&ライトチェイサーの組み合わせはね。さあ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 、やばいね。結構囲まれてきたな。ちょっと火力不足か。青いやつが硬いね。赤目の足長は、スピードが速いからどんどん来ちゃうし、青いやつがとにかく硬いですね。これちょっと待って、レンガは絶対上方向に飛ぶから、自分の進行方向関係なく、これはロケット取ります。下向いて、ライトチェイサーを下に当てる。で、レンガを上に当てる。この戦法で行きましょう。ここでちょっとしばらく立ち回ります。はい、間もなく7分ですね。ちょっと徐々にきつくなってきたんで、そろそろマグネットで火力上げていきましょうか。あ、横向けばいいのか。あ、横向けば結構まだいけるな。まあでももう7分になるんで、マグネットを取りたいと思います。さあ、これで、サッカーボール。あ、来た来た。高性能爆薬。で、キャミナリ。ドリル。キャミナリ。あと HP だね。HP が来てほしいですね。ドリル。はいはいはい。ちょっとまずいですね。来てる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 。じゃあ、宝箱取って。まだお肉は置いときます。お肉はもっと追い込まれてから。え、ちょっと近くにマグネットがあれば嬉しいけどな、まあ、とりあえず経験値集めつつだね。あ、お肉まだあるね、ここにもね。次のボスここで立ち回ろうかな。お肉2つあるから。あ、お肉めっちゃあるな。お肉めちゃくちゃある。で、雷。お金とかね、武器の強化に必要なんで、お金とか取りつつ、青の経験値と黄色の経験値はしっかり取っておいて、猫さん出てきたね。猫型ロボット、出てきましたね。マグネットが欲しいなぁ。あ、青のロボットさんは逆にいなくなったね。青のロボットさんちょっと硬かったから、いなくなってくれたのはありがたいね。で、ゾンビ襲来、どのゾンビが来るんだ？マグネットがないな。それはどうですか？あ、爆弾か。爆弾が2つあるな。まあ、ここでじゃあ一気にバーンって、囲まれたらバーンって爆弾で逃げると。これ周囲の敵倒してくれるんで。まあでもそんな追い込まれるんで、結構火力上がったからね。
どちらかというと経験値を取って早くボスに対して火力が出せるようにしたいな。ボスもね、長引くとダメージを受けるの大変だから、早めに終わらせたいからね。キャミナリー。でももう爆弾使う、ドーン。あれだな、緑の経験値しかないね。青の経験値とか出てほしいんだけどな。あ、マグネットあった。あったので、この辺りで立ち回りたいと思います。で、左の方に、お肉ゾーンがあるんで、10分ぐらいになったら、お肉を取りに行くって感じかな。それまでは、ここでちょっとまあ、周り見てコインとか集めつつ、立ち回っていくっていう感じかな。あ、青の人来たな。あの、逆に言えばありがたいんだけどね。青のこの硬い子たちは、青い経験値、出してくれるんで、スキルレベルが上がりやすいと。あ、9分45秒ぐらいまで立ち回って、お肉のゾーンに移動かな。お肉のゾーンに移動。で、ボス、まあ、ダメージ受けても、お肉で回復できるようにしておくと。そういうプランニングでいきましょう。まあ、青の子は硬いけど、ゆっくりしてるから、全然大丈夫だね。全然大丈夫。OKOK、じゃあ取って、移動しましょう、移動しましょう。ライトチェイサー。これ、ライトチェイサーマックスなんじゃない？あ、来た！エナジーキューブ来た。エターナルライト。で、お肉ゾーンどこ？うわ、なんか変なボスみたいなのいるぞ。こいつ倒したらなんかいいことあんのか。やばい、ちょっと待って、お肉が間に合わない。あ、お肉あるね。あ、お肉失敗した失敗した。ちょっとなんか、途中の中ボスに切り取られてたわ。まあまあでも、こいつは確か白目になったら突っ込んでくるだけなんで。なめくじ出してくんな。たまたま吐き出して。白目になったら突っ込んでくるわ。そうそうそう。白目になったら突っ込んでくる。3回かな？ああ、倒れた倒れた。オッケーオッケー。で、宝箱あるね。オッケーです。じゃあ、ちょっと、マグネットをしばらくしたら取るか。11分になるまで、11分になったら取ろうかな。ということで、再びカット！はい、11分にそろそろなるので取っていきたいと思いますと。サンダーボルト。あ、しまった！イボルブ取れたのに今、レンガの。見逃してしまった。これはちょっと痛いな。なかなか出てくれない時あるからね、これ。で、ここでちょっと中ボスはきついな。きつい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 。あー、ちょっとミスったね、今のね。でね、こっちの方にマグネットあったんでね。なので、こっちにちょっと移動するか。ここら辺にマグネットあったんで、あ、そうそう、あるよね。なので、またちょっとここで立ち回ろうかな。また15分になったらボス来るんで、まあ、14分ぐらい、マグネットめっちゃあんな。めっちゃあるし、中ボスが全然倒れない。中ボスが全然倒れないですね。あ、倒れた倒れた。宝箱取ろう。取って、ここでホイッスルショットになるドリルがイボルブ。よーし、じゃあ、はい、サッカーボール。うわ、レンガのやつ来てくれないかな。ミスったな。あ、ここなんかお肉余ってるから取っといて。あ、で、爆弾もあるね。ボーンしといて、コインも取って。で、ここでマグネットで、うわ、エナジーボール。あ、そうだね。エナジーボール。はい。はい、レンガを上げていくと。レンガがマックスになる。さあ、あとは HP。あ、来た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 。オッケー、ナイス。よし、じゃあ、これで宝箱取ればいいね。コイン取って。宝箱、どの辺になったっけ？もうちょい。違うか、場所が。よいしょ。もう取りましょう。取りましょう、取りましょう。これでもうスキルは全部決まってるんで、あんまりね、マグネットのところで立ち回らなくてもいいんで、取っちゃいましょう。あ、またマグネットもあるね、しかもね。で、あとはちょっとお肉が2つぐらいある場所。OK、来た。これで変化したんで、あとはもう全部、攻撃スキルは変化してるんで、あとは残り取っていくだけですね。まあ、耐久力とか上げつつ、あ、ここめっちゃお肉あるな。ここでボス、最後戦おうか。ここ無敵だ。あ、しかもマグネットあるから。
めっちゃ強いじゃん、ここ。お肉大量にあったんで、あそこでならもう負けないよ、正直。何回殴られても起き上がることができる。最強のゾーンを発見した。コインもめっちゃ落ちてんな、ここ。爆弾。待って、めちゃくちゃあるじゃん。ここからも順番にマグネットを取っていこうか。15分で、ボス、ラスボス来るんで。全然余裕だよ、正直。マグネット取り放題だ。中ボス。ただ、この青色の人たちはちょっと硬いからね。ちょっと硬いけど、このブーツが強いね、S級ブーツ。あ、自分が歩いたところにダメージを与えていくんだけど、ほら、こうやってずっと2800ぐらいね、継続的にボス、追いかけてきてくれるから、ずっとダメージ受け続けてるんだよね、敵ね。ちょっとかわいそうだけど、こうやって逃げてるだけで、倒れてくれると。あ、いい。いいよ。あ、マグネットそこにもあるね。マグネットじゃあ取っといて、はい。あともうちょい行ったところにもあったと思うんだよね、マグネット。なかったっけ ?14 分、そろそろ15分になるな。じゃあちょっと肉がある位置に移動しましょうか。あそこに爆弾があるから爆弾使って、吸収して、お肉がちょっと見えないな。あまりにも。敵が多すぎてお肉の位置が見えない。どこにあったっけ、お肉ゾーン。この辺りかな。あ、この辺りかな。これぐらいだったっけ。なんかもっと4つぐらいはなかったっけ、お肉。ちょっと待って、敵多すぎる。見えない見えない。あれ、もっとなんか4つぐらいバッて並んでなかったっけ。こんなものだったっけ。あ、ここか。あ、ここだ、ここだ。コインもあるね、めちゃくちゃね。ここに2つあるからもうここでいいや。うん、ここに3つあるから、この辺りにいたら多分ね、いい感じになると思うんで、ボスを待ちたいと思います。あ、来たね。オッケー。うわ、下にもめっちゃコインあるな。オッケー、これでお肉もめっちゃあるんで、はい、この人ね。はい。この銃弾撃ってくる人ですね。あ、跳ね返ってくるパターンか。まあ、距離取っておけば大丈夫だと思います、この人は。距離を取っておけば大丈夫だと思う。そうそう、撃ってきて、跳ね返ってきて、で、走り込んできてって感じだね。で、撃ってきて、だから、距離取ってダメージ受けたなと思ったら、お肉食べればいいだけなんで。うん、これはもう完璧に場所作りできたね。いい立ち回りができたのではないでしょうか。あ、倒れたかな。オッケー。これは、あれだったね。良かったんじゃない。立ち回りが結構うまくできたんだと思う。あと、取ったスキルも結構良かったですね。はい、ということで、結果見てみましょう。まあ、エターナルライトがずっとあったけど、ダンベルが結構なんかダメージ与えてるね。レンガね。レンガもまあ、一番最初の方に取ったっていうのも、いや、でも最初の方じゃなかったら最後に取ったよね、レンガってね。それで 22% は、結構活躍してるね、レンガね。まあ、レンガめっちゃ貫通してくれるからね、バーってね。それで結構ダメージが重なったのか。あれ、サッカーボールが今回あんま仕事してない。まあ、広いステージだからかな。狭いとね、めちゃくちゃ反射してダメージ与えたりするんですけど、ちょっと広すぎたっていうのもあるのかもしれない。まあ、でも平均的にいいぐらいな感じなんじゃないでしょうか、これは。はい、ということで、次はチャプター20かな。チャプター20やっていきたいと思いますので。はい。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。